ゴルフ業界を盛り上げようということで始まりましたチェケラーゴルフ。今回はチェリーヒルズゴルフクラブに来ていますという感じでね、今4ホール終わって5ホール目なんですけど、5、6番をチェケラーの方で流したいと思います。あ、なんか気合い入れてる方がいるんですけど、ね、叫ぶしかないよね、もうね。今私たちの見て見て見てということで本気ですから。あ、ここから本気出る。はい、やっと。はい、やっと本気出します。さっきから本気だったよね、絶対ね。いやいやいや、チェケラで流した1本目の2ホールで、うんうん、もう私はもう絶対に無理だなと思って、うんうん、助っ人呼びました。はい、そうでしたね。はい、金ちゃんです。はい、トップジュニアのね。お願いします。そうですね、加藤金次郎君、うん、はい、トップジュニアで、はい、めっちゃうまいっていうのは、そうだよね、さっきの、うん、あのアユミチャンネルでね、チャンネルで見てほしいんですけど、はい、今現在私たちの、はい、まあ、ナップということで、はい、はい、負けてます。今の話するバカだよね、本当に。本当にバカだよね。あんまいよね、本当に。本気になったから見てるよな、こっちだってね、はい、うん、まあいいんだよ、いいんだよ、うん、今のうち笑っとけばよ、うん、まあまあ、こっから本気出すからさ、はい、うん、というわけで、はい、え、じゃあ5番ホール、はい、ロング、はい、そうです、ロングホールですね。ロングホール573ヤード、うん、パー5ということで、このホールはね、究極右からのドアゲンストになってます。はい、夏場でしたらね、これロングホール2オンできるんですが、今日はね、冬場なのでちょっとね、北風が入ってるんでかなりアゲンストが強いのでちょっと厳しいかなと思いますが、はい、プロたるもの、バーディー取ってなんぼでしょうと、はい、頑張ります。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、素晴らしい。ナイス。ありがとうございます。よいしょです。Thank you。 めっちゃいいショット。おー、ナイス。ナイスです。 Thank you。 さすがプロ、さすがプロ。ちょっとベタ足だからちょっと嫌がってベタ足なんだよ。でもちょっと聞きたいかも。なんかさっきからベタ足ベタ足って言ってるんだけど、ベタ足を気をつけてるの？今ベタ足にしようとしてるの。へ、うん、なんでかしてる？回転しすぎちゃう。え、なんでなんでなんでベタ足にしようとしてるの？ちょっとそれはさ、もう左足の壁壊さないの？いやいや、壊してるよ。壊してるんだけど、軸を取る練習ですね。あ、軸？うん、体の軸を取る練習。やっぱさ、いろんなことをさ、うん、やっていくとさ、うんうん、いろんなこう応用ばっかりになってくるでしょ、うんうんうん、で、スイングってさ、大切なのって正しいアドレスでしょ、うん、そしてスイングプレーン、そして体の軸、スイングのバランス、そして正しい、まあ、腕の振りフィニッシュとなってくると思うんやけど、この軸がさ、傾いてくる可能性があると、うんうん、じゃあさ、こうやってこっち側が軸が傾かないようにするためにはとか、みんな考えたことない？聞いて、今のところないよな。はい、やっぱこうなってきたら、ダフったりさ、うん、してくるとやっぱこう傾いているとかさ、突っ込んだり、うん、でもそういう時ってさ、じゃあどうするのってなった時に、こう足こう閉じてこの状態で打つとすごくいい練習になるの、うん、いいですね。そう、それに近いような感じ、うん、だからベタ足することによって軸が取りやすい、うんうん、体が傾きづらい、なるほど、っていう感じかな、うん、じゃあ軸の練習でベタ足にしてる。そう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 、うん、あとで請求書チェケラゴルフでいい？厳しいね。まあね、463ヤード、パー5。ずいぶん前だね。すげえいい球。ありがとう。あ、でもこれ大丈夫なの？こんな左で。これね、
大丈夫、めちゃくちゃいいとこナイスです、はい、ありがとうありがとう。ちょっと待って、見せて。めちゃくちゃいい顔してるな、これ。なるほど、あり、はい、だな。確かにシュウゴも言ってたもん、いいクラブですよって。あ、ほんと？うん、言ってた、ほんまに。で、チェケラゴルフ最近の、うん、あ、最近ゴルフ編あったんですか、このプレー編？ないない。ない？あ、ないんだけど。ないんだけど私もこれから試合に出ていこうかなと思って、うん、また、うん、あ、そうなんや。そうで、ちょっとだからグラブセッティング変えたの？え、そう。あ、そういうこと？そうなので、なんかやっぱもう10年ぐらい帰ってなかったから、うん、10年前のクラブでやったらさ、なんかさ、うん、ハンデみたいじゃん、うんうんうん、進化してるしクラブ、うん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 、だから変えたの。なるほど、気合い入れるためにと。気合いは必要だよね。そう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 、わ、うん、かるよ。っていうのもさ、なんかさ、ゴルフやっててもさ、うん、なんかこう、うん、ダラダラ練習してとかさ、何のためにみたいな目標があった方がやっぱり、確かにダラダラはね、一番ね、時間の無駄だからね。そうそうそう、だから、うん、試合出て、うん、ちょっともう一回頑張るのをね、うん、頑張ってみようと思って、うんうんうん、ということで、金ちゃんも来たんだけど、はい、私のボールどこで見てきた方がいいの？はい、しましょう。ありますよね。あ、めちゃめちゃいいところになる。嘘？あ、じゃあ、はい、いや、こっちからでいいんじゃない？いやいや、前で、とりあえず前で行こう。よろしくお願いします。うっそーし、そんなに気持ちよくお願いしますって言われたら俺もちょっと、もうでもこれすぐ終わっちゃうかも。今ワンアップでしょ。え、ワンアップじゃん。うん、なんかずっと撮り続けたらさ、うん、あゆみチャンネルなくなっちゃうかもしれない。いやいやいや、アップドミン、いやいやいや、バカバカバカ。凡人の考えじゃそんなに、凡人の考え。5番後でいきます。はい、2時32分2時32分動かさないベタ足。うわ、めっちゃかかった。めっちゃかかったね。でもナイスショット。ナイスです。ナイスショ、ナイスショ、ありがとう。いいナイスです。超かかった、ね、やばい。え、見て。あ、でもさ、全部取れた。すごいいい服。どこの服？サンライズ。いや、でも本当に取れた。パンパンパンで。はい、やっぱこれ、こ、あの時計型さ、私、うん、使ったことなかったし、こういうアプリとかでも、うん、なんかあのレーザーでしか使ってなかったけど、うん、なんかこれいいかもね。なんか自分のさ、飛んだところまでの飛距離とかも多分わかるだろうし。うん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 。いや、いいよ。ね、俺つけたことないけどね。そうそう。うん、そう。でもこうやってさ、着付けたことないけど、こうやってさ、なるな、ザ・トーナメント、フォー・ザ・フューチャー、子供たちの贈り物っていうことをこうサポートしていただいて、で、初めてこう知るきっかけにもなって、で、付けさせてもらったけど、すごくいいね。しかもこれ電話できるらしいからね。え、What happened? What happened? 電話通話できるの、これ、もしもしとか。フォン？フォン、Yes, フォン、That's fine。だから、うん、オフさんプレイしながらさ、電話できないけど、うん、電話の予定ありますっていう時も、うん、これで電話できるから、なんか邪魔なんですよ。もしもーして。そう、そこはしもしもじゃないんだね。古いんだけどもね。もう若者いるんだけど、やめて。あ、そっか、ごめん。そうそうそう、うん、センターは241 249ヤードです。249、おー、そうだね、そうだね。だからセンターまでだから、ピンちょっと奥ってこと。5で左足下がり。ちょっと待って待って待って、あーね、オーマイゲット、オーマイゲット、トゥゲザー、ミスした言うてります。ちょっとごめんだよ。了解です。あ、トレーナーがね、いいトレーナー来てるね。サンライズ。もちろんトレーナーだけに。素晴らしい、抑えてきたよ、球ね、ついてない。これどこの、どこのムータマリン。おいよ、ムータマリンええやん。ムータマリンのスタッフの皆様、いい選手見つけましたね、本当に。アゲンスティ100ヤード。でもこういう時のアゲンストってめっちゃ大事で、ちゃんと本当にアゲンストなのか
ちょっと右からやね。100ヤードか。OK。48でいきます。うまい。ナイスオン。ナイスです。Thank you。いい感じ。うまい。おお、うまい。でかい。でかい？うん。ナイスじゃないですか。え？わかんない。でかいですか？ちょっとでかい。でかいか。うん。やっぱピーはでかいか。でもいいショットだった、めちゃくちゃ。ありがとう。全然ダフってない。キンちゃん、残りいくつ？85ヤードです。で何番？50度です。50度、OK。うまっ。あ、いいね。だ。あ、めちゃいい。めちゃくちゃうまい。どうした？顔顔ちょっと噛んだ？若干。いやでもいいね。いい抜け。ありがとうございます。いやーすげえ。うわーすごい。金ちゃん。やばこれは。おお、ナイスです。うまい。ナイスです。さすがだわ。イエーイ。いや、うまいね。お、おお。うわ、切れたね。ごめんなさい。全然いいよ。切る。スライスで、うん、カップ左。あ、結構切れんだね。左端ぐらい。オッケー。イエーイ。すげえ。ありがとうございます。やば。やっぱ金ちゃんが教えてくれたから本当に。いやいや、ナイスです。ありがとう。はい、6番ホール340ヤードのパー4です。さっきはね、2チームともバーディーだったんで、いや、なんとか耐えましたよ。このホールはね、畑岡奈紗ちゃんが日本女子プロ選手権の時にセカンドショットが入れたっていう、それだけ、うんうん、伝説のホールです。はい、じゃあ僕も入れたいと思います。ベタ足で。ナイス。ナイス。ナイスです。右サイドのこれでドライバーでいいですよね。うん、いいよ。ドライバーで大丈夫ですか？あ、ドライバー大丈夫よ。260ぐらいで池。はい。あ、池あるんだ。そう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 。いやー、ちょっと右。大丈夫大丈夫、全然。ナオトと同じとこだよ。二人とも同じとこ行った。大丈夫と思います。オッケーオッケー。すみません、ありがとうございます。えい。ありがとうございます。これいいな。いいっすね、これ。めちゃめちゃいいっす。見やすいしね。見やすいし。よし。コンパスで分かるし。なんか池があるらしいんで、5番ウッドでいきます。くわー、ナイスでーす。いい。いい。ナイスで。ありがとうございます。やるね。ありがとう。というわけで今は、まあまだワンラップか。はい。だよね。何するの？どういう顔？どういう顔してる？あ、そうだ。これうちのチャンネルじゃない。うちのチャンネル、あ、うちのチャンネルの最後のコール。うん、あ、そっか。うん。なんですけど、うんうん、どうですかここまで来て、あのウォッチの方は。風見てない？めちゃめちゃ便利です、ね、めちゃくちゃ便利、本当に便利。すごい風見てんなと思った、二人とも。なんなら方角見れるのがめちゃめちゃ助かるね、これ。あ、うん、なるほどね。やっぱさ、方角ってめちゃくちゃ見るのよ、うんうん、やっぱゴルフって自然との戦いなんで、はい、こういったところでこうすぐ近くに触れれるっていうのが一番いいね、はい、あのヘルスケアももちろんそうだし、なんか確かにね、対処法が
明らかに分かりやすいから、うんうん、でそれにさらにさやっぱねコースガイドでも分かるってなったらもう最高だよね。最高最高。コースガイドがやっぱ便利だね。こういうのつけてるとコースガイド便利だね本当に、うん、こうやって見れるからね、いいよね。うわちょっと薄い薄い薄いね。うわー Oh my god Oh my god Oh my god でもまあ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 うまい。いやうまい。ゴいやうまい。いや素晴らしい。うまありがとうございます。しかもこれ結構ピンポジ難しくない？手前ですごい。よいしょ。ピンまで92ヤード92ヤードで風は左からのアゲンスト52でいきます。フェイスのローテーションが止まるとトップしやすいのでちょっとドロー気味にいきます。わっダウンやっちた。ストップストップ。あっあパンチあピンチやばあーくっ。やっぱこういうライだと、うん、難しいの。ちょっと難しいね。うん、うん、でもまあまあまあ本来であればねあのさらってああいうの打ちたかったんやけどさらっと打とうとしたらああいうことになったから次はがっつり打ってみたいと思います。はい、今のヘルスケア98結構いってるわ。うわうまい。上手じゃない？もうちょっと左なのよ。でもそれはそうなんだけどすごいよ。ナイスです。Thank you。ナイス。上出来でしょ。でももうちょっと左だったらね。さすがだね。かあ。長いから。久しぶりにこうプロと回ったんだけど、やっぱすごくない？と思った。今のすごいですね。今のすごいよね。やっぱりキイちゃんもそう思う？はい。はい、これ入れるとだいぶでかいよね、うん、しっかり打った。切るな。ナイスナイス。いや欲のまみれたいいパットだったよ。ありがとうございます。なんか真剣すぎて何も喋んないじゃん。もっと来い。オッケーナイス。オッケーオッケーです。いやこれめちゃくちゃ大事だぞ。ここ何番ホールでしたっけ。6。ここに取ったらツーアップ、うん、次取ったら終わりだ。次がアップドミンになるか、うん、わー切れた。切れたね。 OK です。よし、ピンチ。ナイス。ありがとう。いやー自ら招いてしまったセカンドショット。今は私たちのチェキラーチームのツーアップということで、次はあゆみチャンネルの方で最後ね配信していただくと思いますので、どうぞそちらご覧ください。大逆転なるか。えこれ頑張っ、バーディーバーディーバーディーがマストやな。これん？グッド心に刺さら Thank you グッドボタンプッシュ and check it out